では、まずレコードボックス DJ ですね、あの、はい、バイオニア DJ さんの PC DJ ソフトの、を使ってただどういう風に、まあ、見えるのかというかどういう風になるのかを実際やっていただきたいと思います。はいはい、じゃあはい、お願いしていいですか。はい、まずあのリンクボタンで、はい、これですね、リンクボタン、これを押すと、はい、接続されて PC を選ぶっていう、ね、はい、ちょっといきなり入ってしまいました、はい、すいません。パソコン側の今こちらで、はい、パソコンの画面も、はい、こちらの XZ の方の画面も動いてるんですが、はい、はいはいはい、そうですね、はい、あ、そっかそっか、 USB 使ってみたいな感じでここに表示ができるんですね。パソコンの画面も XZ の画面に表示されますんで、うん、はい、こういった形で波形が出ます、はい、もう今回波形がパソコンにもつなぐとパソコンにも波形、こっちにも波形、そうですね、こここれちょっと後ほどまたこの設定を説明します、ね、はい、現状はこっちも出ると、はい、3つ出てるわけですね。はい、そうですね、はい、これで通常再生ができますと、はい、でさっきちょっとご説明したようにパソコンを使うと4デッキ使えるようになります、はい、4デッキの設定に関しては、はい、現在設定になりますとショートカットのこちらのボタンを押していただくと、こちらデッキセレクトっていうのが出ます、はい、こちらで3、4としていただくと、今これ画面がなくなったんですけど、またこれで曲を、あ、そうですね、はい、すいません、はいはい、選んであげて入れてあげると、あ、すいません、同じ曲を入れてしまったんですが、はい、はい、操作することができます、はい、PC DJ で4デッキやりたい場合は、はい、ここのショートカットから、はい、操作する、まあ、適用するデッキをここで選んであるんですね、はい、はい、そうですね、で切り替えをして使っていくと、はい、使っていきましょうと、はい、いうことになります。で、はい、コントローラーになった時に、はい、一応あとパッドモードもちょっとご説明しておきますと、はいはい、通常パッドモード、はい、ホットQ、はい、ビートループ、はい、スリップループ、はい、ビートジャンプ、はい、と、記載はないんですが、シフトを押していただいて、キーボードモードですね、モード、キーシフトモード、パッドエフェクト1、2、サンプラーという形で、あ、そうか、サンプラーですね、はい、はい、なるほど、まあここの記載がないのは、まあそのレコードボックスだけじゃなくてセラート DJ だったり、ね、はい、まあ、USB にっていうところがあるので、はい、そこはあの、はい、表記 し、まあ、しきれないというか、そうですね、いうところでこういう風になってるわけですね。はい、なるほど、わかりました。なんかパッドも新しいですね、これ。どうですか。いや、叩き心地いいですね。こうどこを叩いていきますしまって連打も、はい、で、ちょっと先ほどちょっと説明をしたので、はいはい、説明してしまいますと、はい、この画面のところに今波形がここに出ています。これは USB でもレコードボックスで解析された曲に関して言えばここに出るんですが、はいはい、波形が出すぎじゃないのかっていうこっちもあるし、こっちもあるし、こっちもあるしね、ところで、はい、一応こちら XDJ、XZ のユーティリティ、メニューボタン長押しで、はい、ユーティリティモードに入りますと、結構今回こちらユーティリティからクロスフェーダーのカーブとかも、ここで切り替えをちょっと下までいっちゃいますけど、すいません。クロスフェーダーのカーブも、ここで切り替えが、あ、こっちにはスイッチがついてないですね。はい。はい、できるんですが、はい。ここのユーティリティのところの、ジョグディスプレイモード。はい。はい。こちら、押していただいて、今インフォモードになっています、はい。これをシンプルモードにしていただくと、はいはい、あ、一応こういった感じで。アートワークと、に、あの、あれですね。ライン線が、印が出るんですね。はい、シンプルとアートワーク。あ、アートワークが大きい。はい。はい。はい。
それと、まあ、先ほどのインフォモード。うん。はい。なるほどですね。まあ、どこを見てやるかっていうことですよね。はい、まあ、使われる方が一番見やすい。はい、まあ、波形は画面だけでいいよっていう感じであれば、一番シンプルなモードにしておいた方がいいですし。はいはいはい、まあ、現場に近い方がいいっていう感じであれば、こちらだけに、画面だけにしといた方がもしかしたら現場には近いかもしれないんですが、そうですね、まあ、より見やすさをっていう感じであれば、こっちにも表示してあげると使いやすいと思います。はい。はい。で、今、そうですね、パソコンなんで、はい。じゃあ、で、もう一個それでパソコンで使えるエクスポートモード。はい、ああ、はい、もうちょっとこの、そうですね。DJ の。レコードボックスのパフォーマンスではなくて、はい、こちらのエクスポート画面にでもいけますよっていう。はい、まあ、パソコンが画面のある USB メモリーみたいな感覚で、はい、この場合はパソコンをつなぐ USB のところ、USB ケーブルでパソコンとつないでもいいですし、LANケーブルで繋いだ、先ほどの、はい、LANの、エクステンションって書いてあるんですね。エクステンションのところから、繋いでもどちらでもいけます。はい、一応、エクスポートモードにして USB、もしくは LANケーブルで繋いであげると、こちらにリンク、はい、ボタンが出ますので、リンクをオンにしてあげて、こちらの XZ の方、点滅、レコードボックスのボタンを押してあげると、はい、こちらに。USB みたいな感じで、はい、ここで、この中の、そうですね。パソコンの中の曲が、はい、表示されると。はい。表示されます。はい、まあ、これ、一緒ですね、はい。で、ロードしてあげる。うん、なるほど。まあ、結構これで、昔からやってる人はこれで慣れてる人とかもいるわけですよね。そうですね。うんうん、プレイリストだったりとかも曲目が、そうですね。いっぺんに見れるので。PC 側でバッと見れて、はい。っていう人は。で、繋いでる曲だけの情報をここで見たいっていう人は、そうですね、結構これを使ってもいい、はい。こういった使い方もできます。これだったら、レコードボックス DJ のライセンスはいらないですね。いらないですね。なんで、はい、レコボで曲管理だけしておいてもらえれば、そうですね。はい。ランで使える。ランと、ランかこれで使えるんですね。はい。わかりました。